あ、どうも。お疲れ様です。あ、お疲れちゃいます。どうも、はじめまして。昭和丸です。よろしくお願いします。おもてよすけです。お願いします。やめの来た。ちょっと配信見てたんですけど、はい、やばいっすね。やばいっすか。ハードル上げすぎっすね。みんな知ってるとか。でも全然、もう俺なんて。手震えてるんで、多分、平面、やばいんですけど。やべ、変なとこ落ちた。やばいやばい。やばい、負けた。あ、俺も武器ガチャ負けました。僕もです。ワンちゃん。あ、モザンビークだったらこうなります。何もないです。モザンビークだった。まずいっす。いるか。ちょっと入ってくか。行きまーす。おいっす。よ。ライフラライフラ。出ます。いやー、残念。ナイスー。勝ったな。おれ。すいません、山本さん、僕ちょっと間違って。山田さんっていう全然本当によく間違いされるんで、もう慣れてます。あ、転換しちゃった。全然大丈夫です、そんな申し訳ください。どうすけさん、お仕事忙しいんですね、今あの舞台の稽古中で、はい、結構毎晩遅くに帰ってくるって感じですね。稽古ってなんかリハーサルみたいな感じですかね。そうですね、台本なんか、なんていうんですかね、シーンの練習というか。ああ、なるほど。今日も忙しかったらしいですよね。今日も稽古で、本当は7時終わりだったんですけど、ちょっと伸びちゃって、走って帰ってきました。走って帰ってきた。あ、俺ら毎日家ですからね。家。自宅出勤。羨ましいです、もう。俺も家から出たくないんで。YouTube の人、YouTube、まあ、なんかありましたけど。個人のチャンネルはないですか。個人はやってないんですよね。あ、まあ、やりたいっていうか、まあこうやって皆さんとできれば全然そういう時にあればいいなと思うんですけど。なんか事務所的に NG とかあるんですか。いや、けどまあ事務所のチャンネルがあるんで、はいはい、全然個人でやってる人も中にはちらほら。おっと。え？お。これはまずい。ホライゾンはってまあ。オッケー。家の屋根取っちゃうかな俺。エルスターまっすぐ飛ぶんですよー。ナイスー。ローロマ。ナイスー。蹴ります。めろめろめろ。入ります。ノーイズー。あ、フラットしてる、フラットしてる。あ、抜かれました。え？絶対やばいやつじゃん。やばいやつ？いや、やばそうな感じか。ちょっと、あ、これタイマーサーバーす、そうね。俺のせい。中に来た。真っ白目。これローバーなんだよな、真っ白目。出てきた。外がいる、外がいる。ゼロ。1本ない1本な。上から。あー、終わり。ライフライン残してる、ライフライン残してる相手。中と外かな。ナイス。1個勝った。鉄砲か。やべー。やった。おつ。ナイス。なんか真っ正面で。涼介さん、ランクやりますか。ランクとかやってます。ランクもう今ダイヤ上がって、ああ、持ちた多くてやめました。あれ、僕らと同じ。僕的にもしてるの、あの、ゆうきちひろさんと3人で、あーチーター狩りしてたの。あー、お掃除ランク。よくこの環境でダイヤまで持っていきます、ね、結構忙しい状況だと思うんですけど、なんかもう開始早々にもうスタートダッシュ決めて、あもうフルパでやってて、先輩たちと。先輩たち
そうなんです、一人ソロマス行った人がいて、前シーズンに、その人と一緒にソロマスターやってんだ。ソロマスターやってました。え、すごい。あれ、山田涼介さんじゃないですか、もしかしてそれ。違います？あ、山田くんは、まあ、たまにプライベートでやるぐらいですね。あー、やるんですね、でも結構。けど山田くんもむちゃくちゃ上手いです。エーペックス上手い人多いな。意外といるな。いやけどやっぱ次元違います。やっぱ CR カップとか見てたら。ああ、まああれは。まあ大会は。ここで今、やってました。了解です。いきますか。レプリー。これ芸能界デビューありますかね。芸能界デビュー。コメントできた。俳優やるか。なんか、めっちゃ詰めてる。助けでーす。いやー、落としました。60カットしてる一応。変なやつ。何パーと。ダーニー。あ、ごめん。リスマートからリスマートからリスマートから。はい、ナイスー。助けでーす。あらす。俳優やるか。演技力対決。絶対負けるよ。負ける。じゃ点数つけてもらう、ちょっと。なんなんの俺とアルさんで、ちょっとやってみる。点数つけてもらう。状況決めて。オッケー。俺ちょっと自信あるな。お俳優演技、うん。結構叫ぶこと上手いと思うんですよね、俺。確かに。叫び。あ、なんかめっちゃいる。聞きますもん。助けてあと2人いる、あと2人いる。ワンショットナイス。ここなんか角ついてる。いったーん。オッケー、終わりました。レバーうまいっすね。いやもうエムアシストに任せてますよ。あれ PS4 でやってたんですか。もうずっと今年の5月半ばぐらいまでずっとプレステ勢だったんです。あ、めっちゃ最近ですね。そうなんですよ。あ、PC やりたくて PC 買ったんですか。そうなんですよ。おー、いいっすね。大会出るんですか、もしかして。いえいえ、もう全然そんな予定は。あ、いろいろ。この家の中かな、建物の中。なんか、なんだっけ、バンが割ってる。バンがだ。バスだ。ナイス。おお。涼介さんどれくらいまでやってるんですか。最高ランクとか。最高けどダイヤ3、2かすったぐらいです。すごい。ちゃんと漏れてる。そうなんですよ。あの昔のなんかダイヤさんってあったじゃないですか。なんかダイヤさんからとんでもない。はいはいはい。いやもう。打ち込まれたりとかあったもんね。いやけどやっぱ無理でしたもん。諦めましたもん。やりすぎて指腱鞘炎になっちゃって。諦めました。あ、いました。よこいっす。おっかん。あ、ちょっと演技しますね、演技。今この状況で。この状況で、じゃあペットのトカゲをこいつらにぶち殺されて復讐心に燃える昭和セブン。貴様貴様殺しによるうらー迫力みたいなもんね。どうでした、なんて言うんですか今の。もうあの音でかすぎて全然聞こえなかったです正直。じゃあ次アレルッチだな。今のあれ、いや何でもいいよ、自分で状況作ってみよう。俺が作ってよっか。じゃあうんこは漏れそうなアレルチ。おお、すごい。うんこは漏れそうなアレルチやってる、ちょっと。リアル、リアルな方。あ、リアルな方で、あ。リアルな方って、そんな声出すっけ。まあいいけど。いやいや、いいんだよ。うんこ我慢してるけど、まあ、思ってることを口に出すんだって。あ、やべ。マジやべ。ちょっとマジで、ちょっと言った。あ、マジで、ちょっと。あ、やべ。あ、マジか。ちょっとマジでさ、マジでちょっと反らせてもらっていい。ちょっと一回入ってきて、入ってきて。ちょっと待って、トイレ行きたい。マジでやべ。ちょっと
トイレ行きたいな、本当にマジで。ちょっと一回家の中入るわ。ごめん、ちょっとここで一回。おお、素晴らしい演技だ。演技力コンテストがひどすぎるな。どうすか、今何点ですか、何点。いや、もう俺マジで今行くと思ってたんで。行くと思わせるぐらいの演技だった。これ満点か。だから家戻ってきちゃいましたもん、俺も。マジで行くんだなと思って。正面まで突っ走ろうとしてたのに、一人でアップデートちゃんと。100点っすな、騙せたぞ。100点っすよ。あらら、戻ったぞ。やばい、ジュースのアップデート飛んできた。一本だ。あれ？何枚ですか？二枚残り。おお。おお。なかなかなかロロロなかロ。ナイト。どうした？ナイス。救急が当たんないね。あと、屋上屋上屋上、屋根の屋上。え、さっき飛んでったあれだ、あれかな。あ、そうそう、持ってきた。おお。一人？あ、ポータルとこ。あ、一人かな、一人っぽいよ。ん？なんか落としてない？あ、あいつ。諦めてろよ。え、なんか二人いるよね。騙してるこいつ。お前。釣ってる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 。なんてやつだ。知らないだろメス。やべえ。あぶれよ。あ、今釣ってたな。タクシーだ、タクシー。おー、強いっすね、陽介さん。確かに、全然僕、全然。じゃあ今は忙しい方なんですか？今は結構ありがたいことに忙しくさせてもらってますね。あ、儲かってってことですか？シンプルに言えばそうなりますよ。いつも言うんですよ、俺。しょうまさん、ゼネキマなんですよ。すぐ儲かってますか、だから。儲かってますか、給料いくらですかって、プロチームに聞いていくんですよね。すぐ言うから。怖え。怖え。怖いっすよ。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、やろん。またね、バイバイ。うん、最高。